現行の設置形態にこだわることなく、どのような制度設計をすれば、よりよく役割を果たせるのか、ブラッドに検討を進めていただきたい井上大臣は梶田会長と会談し、学術会議の中間報告が政府からの独立に慎重だったことも踏まえ、ゼロベースで考えてもらいたいと要請しました。また政府は会議の在り方について 年内に見解をまとめる方針でしたが、見送ることになりました。井上大臣は学術会議が来年4月に最終報告をまとめるのを待つ考えです。